押すなよ。押すなよ。押すなって言うたやろうが。これは本気の押すな。ワンカスは空気読んだつもりだったにゃ。これは押すやろ。見事なコント。檻の中に入ってきた子猫に超パニックになるワンコたち。そんなビビるか？子猫のドン引き具合よ。お前ら少し落ち着けにゃ。橋の途中で加えた木の枝が引っかかってニッチもサッチも行かなくなったワンコ。絶対持って帰るもん。あれ？通れない。そもそも途中までどうやってきたん？途中までは斜めに持ってきたんや。かしこ。かわよ。途中で疲れて下げたらハマった感じか。こうすればいいんだわん。ダメだったわん。小さなドアを通り抜けようとして壁を破壊してしまって怒られるわんこ。どうやったらこうなるんや。そうはならんやろ。なっとるやろがい。子犬の頃は通れたとかそんなんかな。犬飼うとこんなことになるのかよ。俺には無理だわ。ここまでは結構特殊だろ。大型犬なら割とありそう。まあ、無理なら飼わん方がええ。これから怒られるのをちゃんと理解してるらしい犬。こらまたすっぽりと。観念してる。後ろから見るとヘルメットみたいでわろた。叩かれるのを危惧してヘルメットを装備したという可能性。でもまあこれくらいじゃ怒らないけどな。ハマっとるやんけ。かっこいいことになってるじゃん。けどダサい。かっこいい、ダサい、アンド情けない。ワイパー付きのメガネをかけたワンコ。困惑しとる。何をさせられとるんや。何これ便利やん。雨の日も水遊びもこれで安心。おとなしいワンコやな。腹筋したいのに子犬にじゃれつかれてできない女の子。犬は眺めてるだけで癒されるわ。犬はくっそかわいい。猫カスはぽいで。顔をひとしきり舐めたらため息ついてどこかに行くんを。なでなでするミッマルーの手のぬいぐるみにぶち切れるワンコ。アハップルートはかわいいな。よしよし、つん、ギャー。話せ、ファッマルドッグ。ファンシーな格好のワンコが運転する車が隣に停車してアジェントする少年。嘘だろ。似たようなやつだけど犬の方が格上だな。めっちゃ乗りこなすやん。多分これら事故んだぜ。凍った池に落ちた犬を助けようとしたハゲをご覧ください。わんわら氷犬。いいハゲだ。感謝ぬ。おっさんたわわやな。おっさんかっこいいわ。イッヌ寒中水泳の邪魔しおってなんやこのハゲ。思ったより噛んでた。噛みすぎー。ロシアの野良犬とか絶対病気持ちやろ。野良犬おんねんな。これが北の狂犬か。狂犬病なんで。草原に鳥がいると思って走っていったらもが茂った池だったので落ちて驚くワンコ。池に落ちるとかダサすぎない？確かに草原に見えるわ。ワイも一瞬脳がバグった。水草だいぶ他にもおったよな。この子やろ。かわよ。躊躇ないな。これは驚く。ワンカスさん飼い主が眠った瞬間に邪魔者を排除してしまう。かわよ。悪い顔しとるな。ぬいぐるみかと思ったら生身で草。嫉妬しててかわいい。イッヌさん。怖い犬。朗報イッヌ、おもちゃに目がない。かわいいんごね。こんなのアザラシの赤ちゃんだろ。アザラシじゃん。めちゃめちゃかわよ。ケワワ。アザラシじゃねえか。ゴマちゃん。アザラシやったわ。撫でたい。耳はどこ行った。かわよ。アザラシ犬。スヌーピーとそっくりの犬、発見されてしまう。人になる途中みたいな犬やな。イヌーピー。こういうおばさんいそう。スヌーピーはビーグルだぞ。せやから攻めて短毛種やないとね。
ビアデッドコリーの毛を買ったんか？犬のお尻パンが美味しそうとは胃の中では第二。かわいい。漏れてません。めっちゃうまいけど汚い。リアルすぎて。出てきちゃってるねー。値札は中国語か？いや、かわいいことはかわいいんやけどさ。うんこ出てるような見た目なのは食品としてどうなんや？売れてて草。ダメだろ。草。日本の店にもコーギーのお尻ってパンあるけど可愛らしさ優先だな。これは綺麗。足から尻尾まではいいのになんで肛門をガチったんや。絶対買うわこんなん。ふかふかのお尻好き。犬さん、飼い主の言うことを全然聞かない。言うほど犬か？これマルチーズ？キツネみたいな犬やな。犬か。一方猫さんは飼い主に甘えてしまう。アザラシ？ウサギにしては歯が鋭いな。タヌキでしょ。いや犬ではあるだろ。キツネは個体によっては懐くイメージあるけどタヌキはどうなん？どう見ても犬。タヌキが懐くならもっと飼ってる人言ったやろな。犬さん、他の動物に餌をあげてしまう。何が目的である？賢いなぁ。そりゃ声させてパクーよ。よく見ると豚が混ざっとるな。キュージー犬。フランス風味やな。賢い犬。優しい犬。うちのパピヨンじゃこうはならん。いい子やな。慈愛を感じる。ポケットサイズのチワワ体高約9センチでギネス記録。ティーカッププードルとか超小型犬は見ていて不安になる。ちくわてそんなもん。うちのモルモットより小さいだと。いくらチワワでもここまで小さいのは病的な奇形だろう。こういうのをもてはやすのはいささかどうか、と。犬とは思えない大きさ。海沿い歩いていると、トンビやタカに持っていかれそうだな。犬を飼いたいと思って調べた時に大型犬の方が平均寿命が短いと知って驚いたことがある。可愛いよりかわいそうな気持ちになる。たまたま小さいのか作ったのか？裸でバネズミみたいに無皮毛の犬がいても短足の犬がいてもいいけど、人為的な近親交配は良くないね。劣性遺伝病の頻度を高めてしまう。雑種が一番いい。犬って普段何考えてるの？今日のご飯何かなとか？何も考えてないぞ。でもすごい真面目な顔してる時あるよ。犬による。楽しいことだけしか考えてない。生きてて楽しいのかな？ご主人は、他の人間と違って髪の毛が薄いんだな。よく空を見ながら視案を巡らせてるよな。多分季節によって星座が変わることや周りの星の動きと合わない惑星の存在くらいは気づいてると思う。うちの猫は俺が猫トイレ掃除してるとき本気でこう思ってそう。うんこ好きなのに部屋の中でうんこすると怒るのはなぜなのか。うんこが好きならご主人の大好きな本の上にうんこしたらもっと喜ぶかもしれない。ワイのヘッドホンの上にうんこしてたのはそういう理由か。イッヌが見る夢。むちゃくちゃやないか。めちゃくちゃ楽しそうな夢やんけ。こんなに自由に走り回れたら楽しいんやろな。こういう雑種の犬がいいよね。何が混ざってんの？柴犬とジャックラッセルテリア。キツネかな。かわいい。シェルテ。かわよう。こいつは？マズル長めでキツネっぽい犬好き。チワワとジャックラッセルテリア。うちのも多分、柴系って感じで正体不明だった。もう死んじゃったけど生きてるうちに検査してみてもよかったな。幼種って感じ。人頭犬。なんか、柴系。賢そう。シェパード入ってそう。いい感じで混じってるな。かわいい。イッヌ、おしゃぶりを加える。恍惚の表情やな。赤ちゃんやん。得意げな表情。裸で抱っこしたら乳首吸ってくるの草。お前は赤ちゃんか。Y の指使っておしゃぶりしてくるわ。もうそろそろ13歳なのに。
取ったら怒りそう。イッヌさん、楽しそうにドライブしてしまう。かわいい。ボンキッチのワニの夏休みのやつ思い出した。かわよ。ナンパしてそう。助手席に二人乗ってるけどこれって道交法的に問題ないの？川山の世界。川よ。毛だらけになってそう。犬がソフトクリームを見つめる顔。これは、とても美味しそうなものをお持ちですね。これは可愛すぎる。母性を感じる。ダメだよ。これお母さんにあげるんだもん。キャラクターボイス。めいちゃん。何は露天年。まんまるやんけー。えへーえへへ。あげられない。でも、あげたい。そんな目で見ないでー。犬ワンコ、こういう顔したらくれるってことは知ってるんやで。人間ちょろい。引き戸を顔だけでこじ開けようとする犬の表情。むー、はがってなってて燃えた。鼻ツンしてやりたい。へちゃむくれはロタ。グニ。応援したくなる。人間かて狭いけどなんかいけそうな時あるやん。あれ。うちの犬もよくやるわ。そして開けっぱなしにしていく。うちのダックスもよくやるわ。鼻が高いからって見せびらかさなくていいのよ。ひげいやいやって感じ。カレー。いやいやこれびっくりドンキーのカレーだろ。美味しそう真顔。パッと見カレーに見える、トイプードルに見えるカレーなんじゃね？混乱。美味しそうモフモフ。食べちゃいたいほど可愛いモフモフカレー。これに唐揚げもつけてあげたら完璧。カレーバーグディッシュ食べたくなった。腹減った。福神漬けがないぞあら。犬の赤ちゃん7匹が横に並んで寝た結果。いや、お前も寝ろよ。ぬいぐるみ売り場のようだ。えへえ、バレちゃった。キャワワー毛玉で死ねる。ぐーキャワワー。キャワイー。モフ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 。キャワワワ、癒される。